おはようございます。釣り子 TV です。この小さな箱ね、届きましたよ。見てみると楽しい未来釣り竿って書いてありますね。なんとなんとね、この小さな箱の中に釣り竿が入っているっていうことで、まあコンパクトロットって感じですかね。早速開封していきたいと思います。どうしようかな。じゃあこっちから開けていきますね。いやー、箱の重さはねめっちゃ軽いんですよ。これはねどんな感じかな。じゃあね早速開けていきますね。開けたらさらにね、なんかコンパクトなこんな感じの袋に入っておりますが、これ出してみますね。まずね、竿袋ですね。こんな感じの竿袋に入っていて、まあ本当このなんだろう、腕に収まるぐらいのねコンパクトなねシマエス。まあ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 、釣り子 TV 見てる人だったら、あそこのあれじゃないかななんていう風にね、もう分かっちゃうかもしれないんですけど、じゃあ開けていきますね。はい、来たー。ねえ、コンパクトロットがしまわれておりました。これね、モンスターキスのね10周年記念の竿ですね。 MX サンキューっていうね、まあサンキューありがとうの気持ちを込めて、ね、サンキューなんていうね名前がついておりますが、こんな感じでグリップがちょっと専用のものですね。これね、わー、まずはいグリップ部出してみました。ねえ、もうシングルハンドルで極限まで、ね、短い仕様ですね。もう手のひらにもうね収まっちゃうぐらいのこんなコンパクトなシルエットのグリップ。あ、で見てください、ここ10周年っていうことで、それのねこういったロゴが入っております。いやー、かっこいいですね。スターキスのマークなんかが入っていて、ここのなんだろう、径を合わせることによっていろいろなロッドとの互換性を持たしているモンスターキスの竿ですから、例えばそうですね、自分の持ってるのだと MV の55なんかとも合うのかなね。もしくは MX の60なんかもつけられるなのかな。ちょっとね後で試してみたいと思いますけども、まずグリップ部、そして次はじゃあこのブランクスバットのパーツですね、出していきたいと思います。あー、これはまたね、ここがギュイーンとね絞られて、これガイドはトルザイトガイドですね。はい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 。うわー、結構やっぱ細身なブランクスですけど、モンスターキスだから、なんだろう、しっかりとしたねガイドがついております。はい、じゃあ続けてもどんどん出していっちゃいますね。この上の部品のとこですね。はい、こんな感じですね。あー、トルサイトガイドがふんだんに使われたね、こんな感じですね。いやー、ちょっとね P ラインなんか使っても絡まりづらそうな、そういう設計になっていそうですね。そして一番ティップ部分のパーツですね、になってきましたが、はい、うわー、細かいですね。ここにも MX39 ってしっかりね書
書いてあって、で、あ、嬉しいな嬉しいな嬉しいな、はい、こういった感じの細身で華奢な感じに見える竿なんですけども、先端までねしっかりねダブルフットガイドね、普通この手の竿だったらここら辺はねシングルフットガイドでね、なんだろう、軽快な感じを出しそうなところですけど、さすがモンスターキスね、ここまでビシリとダブルフットガイドを使ってね、丈夫に丈夫に作られているそして、トップガイドのところまでこれはトルザイトリングが採用されてますね。じゃあ早速組んでいきたいと思います。いやー MX39 思ってた通りの感じで、はい、次まして、で、ここですね、次まして、わー軽っ、軽いね、うん、短さも相まってめっちゃ軽い、あー、はい、組んでみました。しなやかね、こうやっぱ継ぎ部があるから気持ちこう全体にファーストテーパー気味なのかなっていうね、そういうこうカーブですけどね、こうバットの方はね、うん、しっかりとね、あって、で、継ぎ部があって、でも、なんだろう、この継ぎ部を感じさせないような綺麗な曲がりですかね、うん、あんまりカックンカックンカックンってなっていないなっていうところと、めちゃくちゃ軽い、ね、いやー、でもね、結構ね、シャッキリした感じですね、うん、ファーストテーパー気味なので、なんだろう、この細い感じのブランクスにしては結構ねシャッキリとした印象がありますよ。はい、これ何なのかっていうと、モンスターキスのねこのね10周年を、記念して作られたアニバーサリーモデルの MX シリーズですね、うん、で短くてどんなところに使うのって思うと、やっぱりこの感じだとね、こう山の中に分け入っていって、そんでもって、渓流釣りなんかでね使うのがいいんじゃないかなっていうふうに思うんですけども、あと、まあ、自分だとね使ってみたいのが、ちまちま系プラグ、結構小型のね、ズイールとかね、ちまちまシリーズってトップウォーターとかが出ていて、そういったね、ルアーを例えばこれにリールはそうですね、軽かったコンクエストの BFS とかね、ああいったリールを合わせて、でピンラインで糸は組んで、それでもってその小型トップウォータープラグとかをね、バス釣りでちょこちょこ使うのなんかにもねいいんじゃないかなって、ね、まあこう端から端に持てちゃうようなこの寸法ですから、自分ね、フローター釣りなんかも好きなんですけども、そういったフローターフィッシングの時なんかに、まあ、これを隠し持っておいてね、それでもって、ああもう今日はねいっぱい釣ったな、よしこっからトップウォーターで遊んじゃおう、そんな時にこの姉妹寸法ですからね、こうやってコンパクトにしまっておいたこういった MX39 とかをですね準備して、それでもって、夕間攻めのいい時間をトップウォーターで遊ぶとかね、そんな感じで使いたいな。あとは実はね、ハワイなんかに行った時のお楽しみ、渓流釣りですね。渓流にスモールマウスバスとかが結構いて大きなサイズも釣れちゃうんですよ。そんな時にちょっとなんだろう、強めのこういった渓流仕様な竿があるとほんと釣りやすいなっていうのがあって、そんな時に5フィートでも長いと感じちゃうんですよね。5フィートっていうとまあ結構短い竿で、それでいくつかね釣り竿を持っているんですけども、いやこれね4フィート台ぐらいの方が
な取り回しこの投げる時とかいいな、そういう時とかにこういうもうめちゃくちゃグリップエンドが短い方がねいいななんていうね、そういうねシチュエーションがあるんですけども、そんな時にも役立つんじゃないかなね。でそういう山に分け入って入っていくっていう時とかに、こういったコンパクトな姉妹寸法のやつだと、その現場でね、あちょっとベイト欲しいな、ね、スピニング持ってきたけどベイトもスタンバイしたいななんていう時に、このね姉妹寸法のこういった懐刀みたいなね、竿があるとがぜんね超過が上がりますんで、そういった時も使いたいな、ね、うん、何にしてもこれは持っただけでワクワクしちゃうような竿だなっていうね。これがねもうちょっとね早めにデリバリーされる予定だったんですけども、多分ねこういった部材がねやっぱコロナ禍とかもあってなかなか調達しづらいっていうね、こういう状況にあって予定よりだいぶこれデリバリーが遅れちゃってるんですよね。それで通常だと、もう事前に注文した人しか行き届かないようなっていう感じだと思うんですけども、説明のところを見てると、12月の10日以降だったかな、まだね余ってるやつとか放出しちゃいますみたいな感じでね書いてあったんで、この手のねこういった竿が気になる人は、ぜひですねモンスターキスのねホームページなんか見てみるといいことがあるんじゃないかな、ね、何にしてもこの時代にあってですね、このトルザイトガイドがこんだけふんだんに使われていて、で、まあなんだろう、丈夫さはね折り紙付きですよねモンスターキスなんで、まあそこのところはね、でもこういったレングスこういったパワーの竿なんで、そこまで、超めちゃんこ怪魚っていうわけではないと思うんですけども、ただまあここの縁には40センチぐらいまでのね、ボスクラスが45センチとかね潜んでるんだよな、そういった時に絶対ねこのモンスターキスならではの、作り込みっていうのは絶対ね武器になってくるはずなんで、気になってる人はね、この10周年お祝いのモデルなので、そんなに何回も何回もね作ったりはしないと思うんで、ぜひねチェックしてみてはいかがでしょうか。今ね持った感じはもうほんとね思い描いてた通り、ああこんな感じで来てほしかったわっていう通りのね、仕様で仕上がってるんで、実際に使うのはもうね来年に入ってからかなって、今もう12月ですもんね、感じなんですけども、まあなんかタイミングがあったらね試しにね、これで魚かけてみた動画なんかもね、出してみたいと思いますので、ぜひねよろしくお願いいたします。自分はね次回そうですねハワイ遠征に行った時なんかに、持って行って、バラクーダを狙ったりとか、あとはレンタカー借りてその秘境に分け入ってね、スモールマウスバス狙ってみたりとか、そういう感じでね使ってみたいと思います。まずはちょっと魚かけた感じとかシーバスで試してみようかな。まあ夢は広がっております。はい、というわけでちょっとせっかくなんでこれ最後に何回もやってますけどね、半分してこの次が丁寧ですね。はい、というわけで本日の釣り子 TV はこちら、モンスターキスの10周年、アニバーサリーモデル、MX39 がね、届いたよ、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。